7ある以降は、島根県松江市美保の関町にある日本の地方港湾。港湾管理者は、島根県。東に開いたこの地形の地形で三方を山に囲まれていることから、陶器の北西風に強い天然の良好で古くから、交易拠点として栄え、1972年以降は、本土と沖諸島を結ぶ定期船の発着点として整備された。主要施設として、 フェリー岩壁2バース、高速船、岩壁1バースのほか、マイナス5.0メートル岩壁3カ所が整備されている。フェリーターミナルは多目的ホール、博物館、温水プールなどを備える多目的施設、メテオプラザとなっている。設計は、島根県出身の高松新が手掛け、竹中工務店による施工で走行費。 約二十九億二千六百万円をかけて建設され、九百九十四年八月に着工、九百九十五年十二月に竣工し、共用を開始した。一階はフェリーターミナル、二階はアルファー派、リラクゼーションマシーンを設置したリラックスルーム、三階は付近の海から汲み上げた海水を使用した温海水プール及び浴場、四階は九百九十二年に 三保の石町へ落下した隕石を展示するメテオミュージアムとなっている。また多目的ホールであるメテオホール及びレセプションルーム、会議室、レストランも併設されている。沖汽船が沖諸島の道後島及び島全各島へのフェリー及び高速船を就航させている。七塁港周辺には県の無料駐車場があり、お盆期間などの繁忙期は 臨時駐車場が追加されるが、沖島在住者及び不妊者の車両が長期駐車されているほか、放置車両が存在するため、繁忙期に満車状態となることが問題となっている。県は駐車場の整備、沖島在住者及び不妊者への注意喚起と公共交通機関利用の呼びかけ、警察と連携した放置車両の撤去などを行っているが、駐車場の有料化については、 お聞き船の利用状況への影響などを考慮して消極的な姿勢を示しており抜本的な解決には至っていない。ありがとうございます。